さて水曜コーナーそれななんですが、続いても素敵なゲストにお越しいただいています。楽園百貨店よりスタッフの浦崎咲子さんと茂間由紀さんです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。楽園百貨店ってデパート流坊の2階にある、ね、お店ですよね。はい、そうです。はい、はい、ね、うん、今回は何をご紹介いただけるんですか。ね、はい、以前もこちらの番組でご紹介したクラフトークって覚えていらっしゃいますか。クラフトークやりましたね。はい、全国各地の一品を、リアルタイムで情報をお届けして、その場でポチッと気に入ったらお買い物ができる仕組みなんです。うん、あ、そうです。前回はね、 FEC の山城友次社長が来て、コーヒーを紹介してくれました。ちっちゃかったですね、友次社長は。はい、他局が配信したコンテンツも簡単にアーカイブ視聴ができたりとか、他の地方のテレビ局さんが紹介する商品もゲットできるなどありましたよね。うん、で、そして今回はなんと、はい、私たちのデパート流坊の楽園百貨店のオリジナル商品を紹介販売することになりました。おー、おー、いい商品たくさんありますけれども気になります、どんな商品なんですか。はい、今回紹介させていただきますのがこちらです。と、うん、デパート流坊が、パレットくも字に移転して、30周年になります。2021年4月に新発売しました当店のオリジナルお菓子となっております。お、こちらお二人の引き出しの中にも入れておりますので、はい、ぜひお手に取ってご覧になってみてください。ありがとうございます。入っております。こちらとこれ箱開けた形が、あ、そっか、こちらですね。モナカの代わりに首里城の正殿をモチーフにしておりまして、はいはい、でパッケージには紅型作家の金城博司さんの素敵な首里城という作品をあしらっております。お、パッケージがアートというか、ね、モナカの皮もすごいですね。すごいこだわりが詰まってますね。はい、そうなんです。そして今月31日は首里城火災から丸3年ということで、こちらの商品は売上の一部を、首里城の復興支援金として寄付もいたしております。うん、そんな首里城復興ウィークの11月1日、火曜日夜8時半から、ライブ配信にて、クラフトークをお届けします。なるほど。お、これお二人も出られる。あ、はい、当日出ます。はい、出て当日出てご紹介しますね。さらに詳しく、はい、回しまくるわけですね。そうですね、ライブ配信で。楽しみです。この首里城もなかはどういった味があるんですか。はい、こちらですね、沖縄の素材を使用した4種類のお味でご用意しております。塩あん&クリーム、黒糖あん、こちらにありますシークワーサーあんと新しく出ましたベニウムあんの4種類でご用意をしております。これも美味しそうですが、やっぱりお値段も気になりますよね。そうですね。はい、ご質問ありがとうございます。こちら先ほどご紹介した4種類が2つずつ入った8個入りのセットで、税込み3500円でお届けいたします。しかも、はい、しかもですよ、なんとですよ、クラフトークの11月1日の夜8時半から限定、はい、当日限定1日限りで全国送料無料でお届けいたしますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。こんな機会はございませんので、ぜひ、はい、皆さんご覧になってみてください。はい、詳しくはですね、QAB のホームページまたはクラフトークで検索してくださいね。当日限定送料無料ですからね。はい、そうなんです。ゲットしていただきたいと思います。はい、そしてお知らせもあるということでお願いします。はい、那覇市にありますデパート流坊、2階楽園百貨店の方では、首里城もなかをはじめとした沖縄のいいもの、日本のいいものなど、各地のいいもの、それからファッションも楽しめる、売り場となっております。ぜひお店の方にも、皆さん足を運んでくださいね。待ちしております。待ってます。はい、お願いします。ね、お店も行くと本当に素敵な商品たくさんありますので、ぜひお出かけください。うん、浦崎さん、そして茂野さん、それなの情報ありがとうございました。ありがとうございました。